こんにちは、パワミです。本日はシェアポイントフォルダーに接続してデータを取り込む方法とデータの自動更新をする方法を解説します。本日の流れです。はじめにシェアポイントフォルダーからデータを取得する方法を説明します。次にデータを自動更新する方法を説明します。 Teams のファイル等に格納したデータはシェアポイントフォルダーから取得できます。シェアポイントフォルダーからデータを取得すると、毎日決まった時間にデータを更新する設定もできます。データを自動取得したい人は参考にしてください。このチャンネルでは、Power BI、Power Apps、Power Automate など、Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったら、チャンネル登録もお願いします。それでは初めにシェアポイントフォルダーからのデータ取得方法を Power BI デスクトップの画面で説明します。まず Power BI デスクトップで読み込むデータを Teams のファイルタブに格納します。今回は試しにファイルタブの Population というフォルダーに日本の人口データを入れてみました。ファイルの中身はこんな感じです。Teams のファイルタブに格納されているデータは、実際はシェアポイントに格納されています。そのため、Power BI からデータを取得する場合は、シェアポイントフォルダを指定して取り込みます。Teams のファイルタブを開いて、シェアポイントを開くをクリックすると、ファイルの格納先のシェアポイントサイトが開きます。Power BI から取り込むときに指定する URL は、サイツの次のディレクトリー、今回はサイツスラッシュパワープラットフォームチャンネルまでです。ここまでの URL を一旦コピーしておきます。それでは Power BI デスクトップでシェアポイントファイルのデータを取得します。まず Power BI デスクトップのデータの取得から詳細をクリックします。シェアポイントフォルダーを選択して接続をクリックします。サイト URL には先ほどコピーした URL を貼り付けて OK をクリックします。この時アカウント認証が立ち上がった場合はマイクロソフトアカウントでサインインしてから接続します。次にデータの変換をクリックします。この時シェアポイントサイト、今回でいうと Teams のチームのファイルに格納しているすべてのデータが表示されます。データを絞るためにフォルダーパスなどでフィルターをかけます。今回は Population というフォルダーの中にデータを入れているのでフォルダー名でデータを絞ります。これでポピュレーションフォルダー内にあるデータに絞ることができました。次にコンテンツの右にあるファイルの結合をクリックします。ファイルの結合が表示されたらシートを選択して OK をクリックします。この操作で例えば毎月同じフォーマットのデータがポピュレーションフォルダーに格納されたとしても、すべて一つのデータとして自動で結合してくれます。これでシェアポイントからのデータ取り込みができました。この後はデータの変換やリレーションを行いレポートを作成しますが、今回は操作を省略します。それでは次にデータの自動更新の設定方法を説明します。まずは Power BI デスクトップで作成したレポートを発行します。今回はこんな感じのレポートを作ってみたので、これを My Workspace に発行します。発行ボタンから My Workspace を選択して、発行、選択をクリックします。発行に成功したら、Power BI で PBIX を開くをクリックすると、ブラウザで Power BI サービス上でレポートを見ることができます。
次に発行したワークスペースを開きます。今回はマイワークスペースです。データの自動更新をするデータセットの3点リーダーから設定をクリックします。設定内のスケジュールされている更新をクリックし、データを最新の状態に保つをオンにします。更新の頻度、タイムゾーン、時刻が設定できます。例えば今回は毎日朝7時にデータ更新をする設定をします。時刻は複数設定できるので、例えば毎日朝7時と夜9時に更新等の設定もできます。これでデータの自動更新の設定が完了しました。最後になりますが、今回操作したシェアポイントからのデータ取得はとても便利で、シェアポイントフォルダーからだけでなく、シェアポイント上にリストという簡単なデータベースを直接作成して Power BI から接続することもできます。 Power Automate と組み合わせれば、例えば Outlook に届いたメールをシェアポイントリストに格納して毎日データの自動更新をしたりできます。今後も Power BI の細かい操作といろいろな操作方法を紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。